2021年3月30日おばあちゃんや安らかに。いつもより早く咲いた桜が散る頃、眠りについたばあちゃん、もう大丈夫、どこも痛くないよ、空から見ててくれ俺のこと。実は今日まで落ち込んでいた、やることなすこと裏目に出てさ、愛する人にも苦労かけて何がしたいんだ俺と嘆いてた。いつもよりでかく聞こえた着信音、母からだった、それでわかった。怖いの言葉以上に物語る、俺なら大丈夫、ご心配なく。3つの頃から世話になった、ダメと言われた記憶あんまりない、みんなに内緒でくれたお小遣い、毛糸を触らせたら魔法使い、共働きの親の代わりスタイル、おかげで寂しい思いは紛れた。毎日保育園の送り迎えありがとう、今はっきり思い出した。最後になるなら行けばよかった、ただ手を握りしめてやりたかった。俺はまだこの世界に残る、愛する人と共に過ごす、できなかったことも山ほどできるようになっていこうと思う。見ないふりしてたら瞳は濁る、覚悟決まりました、ありがとう。明日会いに行くよ、いろいろ済ませて、最後に手を握らせてもらうよ、気合い入れてくよ、物にしてくよ、覚悟決まりました、ありがとう。実は今日まで落ち込んでいた、やることなすこと裏目に出てさ、愛する人にも苦労かけて何がしたいんだ俺と嘆いていた。いつもより早く咲いた桜が散る頃、眠りについたおばあちゃん、もう大丈夫、どこも痛くないよ、空から見ててくれ俺のこと。安らかに。 Rest in peace, grandma。 おやすみなさい。バイバイ。